Aí, tchau. カメです。今日はですね、8月10日、水曜日からの注目株、注目銘柄ですね。今日は3銘柄をご紹介しようと思うんですが、まあ、好評だったですね、プロが狙う可能性があるですね、えー、そういった定位株をですね、中心に話していきたいなと思っております。今日もね、かなり割安株をご紹介できるんじゃないかなと思っておりますので、後半ですね、ご期待ください。それからですね、短期の日本株を中心にしたビジネスと経済と金融の動きですね、こちらをまあ解説していきたいと思っております。今日は明日またね、出張がありますので、 最近本当に仕事の方がですね、昼はあの会社経営を20年間やっているんですけども、非常に忙しくなってきています。まあコロナ前に戻ってきているというふうに、ね、言うのが正しいんじゃないかなと思いますが、僕はね、YouTube 始めたのは、まあ長く見てる人はね、ご存知の通り、コロナになってね、全社員を一度リモートワークにして、オフィスに出勤するなと、まあそういった指令を出したんですよね。で、誰もいないですね、暗い、まあ皆さんもね、休日出勤したことある。 人だったね、わ、えー、かる通り、暗いね、その昼間の <laughs> オフィスってものすごく寂しくなるんですね。気持ちがズーンと沈んで、あと、もうこの先ね、もしかしたらコロナによって、えー、うちの会社もですね、えー、利益が出せない状態になるかもしれないと。僕はリーマンショックの時にですね、非常に苦しい思いをしたんですね。広告事業とかね、PR 事業ってその時、そもそもね、えー、CM が打てなかったりとか、まあ、イベントができなかったですからね、自粛によって。 まあこういったことがね、再来するんだったら、その当時よりも、社員数もね、2倍、3倍に増えていましたから、ちょっとまずいかもしれないということでね。でもね、やはり背中を見せて、あとやっぱり行動することによってね、自分のモチベーションを喚起して、そして運気を引き寄せるって言いますかね。やっぱ行動によって運気の渦っていうものはね、どん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 プラスにこう転じていきますので、やはりそういった意味ではですね、行動を続けようと。何かしらの結果を出すことによって、新しいイノベーティブですね、自分自身に 起こここしていこうと,いうことで3年前に YouTube 始めたんですよねただそこからですね、えー、ま YouTube ずっとしばらく専業のような形で、もちろんその後ね、会社はどん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 復調していったんですけども、なんか YouTube 俺頑張るわ、社長も頑張ってくださいみたいな形でね、社員も応援してくれて2年間やってきたんですかね、さすがに、えー、昼間の仕事って言いますかね、通常の業務が えーえー、通常運転の、運転になってきましたので、まあ、今はね、ちょっと半々で、たまにちょっと昔のようにですね、連日更新できないことが続いていますけども、まあ、それでもですね、なるべく最新の情報ですね、皆さんに最速でお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ではね、えー、早速いきたいんですが、 5日ぶりのですね、えー、反落ということで、えー、株価はですね、えー、下がっています。まあ、半導体に売りがあったってことでね、えー、あとは、えー、米国のこれは、えー、半導体メーカーかな、えー、大きく下落をしますよね。その煽りを受けてるんじゃないかなと思っています。でね、えー、このあたりを含めて、あと米国の CPI ですね、あさってかな、あの夜ですよね。 発表がありますのでこの辺りの予測も含めてですね話していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますでこの番組ではですねあとチャンネル投資者向けにですねコミュニティの方でも,も文字情報としてですね最新のニュースであったりとかあとはキャリアアップとか年収アップに繋がるようなそういった農家学を生かしたコツですね、えー、もご紹介しておりますのででそちらの方を見てくださいと あとはね、こういった特別動画も上げておりますので、そちらの方も、まあ、非常に参考になるかなと思っております。コミュニティのところで誰でも見れますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、様々なね、えー、まあ、憶測が流れてきてますよね。とろに CPI に関しましては、この後話しますけどね、8.7かな、予想値はなっています。まあ、前回ね、9.5ぐらいだったと思いますので、この後、まあ、次の動画で詳しく話しますので、まあ、それはね、ちょっと軽く触れておきたいんですが、まあ、非常に上がった後ね、えー、まあ、 今回ちょっとも,もしかしたら下押しするんじゃないかと、まあその期待が高まっていると、もし下押しするんだったらね、もしかしたらまあ株価が一旦戻る可能性がありますが、果たしてどうなるかわからない、サプライズもありますからね、まあ、その戦略的な考え方は次の動画にまあ譲るとして、まあ、それが控えているということもありますので、株価は、ねまあ、様子見の、まあ、そういったスタンスに 見えますかねうん、そんな形に見えます。一方でね、まあ、アグ材料としては、まあ、ソフトバンクですよね。3兆円の赤字ということで、えー、株安にね、大きく、まあ、動いているということになりますけども、まあ、3兆円ですからね、まあ、ソフトバンクはね、そもそももう完全に投資会社になってますからね、ソフトバンクグループの方はですね。えー、そういった意味ではですね、アリババの、まあ、非常に大きな低迷であったりとか、まあ、米国に投資をしているね、いくつかの、まあ、 ユニコーンですよね企業があまり今回のですね株安を受けて特に n a s a が非常に弱含んでいますので今のところね、えー、回復していかないと株価は下げているという中で業績が悪化したということになりますただ、まあ、ソフトバンクグループはね、まあ、先ほど話すた通り投資会社であるのでこういった株価が非常に低迷してるときていうのは業績が非常に赤字になりやすいとこれソフトバンクだけじゃなくてね例えば、えー、投資会社 いくつか日本にもありますよね同じような多分決算内容なんじゃないかなと思っています。まあ、そういった中ではまた次ね、えー、また2、3年かけてナスダックが底をじって金にしたとしてね、レバナス民が期待するのと同じような形で新しい金融緩和の相場になって再びね、FRB が当然金融緩和するステージって来ると思いますのでそこが絶好の会話であって、まあ、会話その前に会話は来ますけども そこが絶好のね、次のバブルに乗るタイミングなんですよね。そこでまた一儲けできると、大きく差を、まあ、増やしやすいということになるとは思うんですが、まあ、その時になったらね、ソフトバンクの今度のニュースは非常に大きな黒字とかね、えー、決算内容非常に良いとか、でいやソフトバンクの孫差のね、審美眼はやはり間違っていなかったみたいなニュースがおそらく出てくる可能性があります。だからそこまで体力が続くかどうかっていうところですよね。で、ソフトバンクの孫差もね、今回非常にまあ、 まあ、停滞失敗と言いますか、非常にまあ苦しい状況に置かれてるんだと思います。そういった意味ではね、意味では、まあ、今入ってきたニュースだと、アリババのね、株も売却して、確かまあ数兆円ね、えー、そこからまあ利益をお、まあ、得るみたいな、そういった速報も流れてきていたと思います。まだ憶測ですけどね。えー、あと、まあ、ソフトバンクの損さね、確か徳川家康のね、えーまあ、負け戦の時に、まあ、自分、まあ、ちょっと汚い話ですけどね、 えーまあ、おしっことかを漏らしながらもっと大きさもっとひどいことをしながらですね、えー、あらゆるものを流しながら <laughs> ちょっと言えないですねさすがにね、えー、事実だとしてもちょっとあまりにもこの動画の中では言えないんですけども流しながらね逃げ帰ったっていう確か武田信玄がね、えー、上京する時に、えー、目の前をね徳川家康のお塩の前を通り過ぎて戦わずに 戦わずに過ぎていったと。これで徳川康がね、怒って何事だと。な、何の戦いだったかな。ちょっとね、えー、最近は仕事しながらなので、<laughs> 昔だと思い出せたものが思い出せないことがちょっと多くなってきましたね。それだけハードメモリを仕事の方に使ってるってことでね、今、今日も昼間ね、ずーっと打ち合わせ3回ぐらいやって、営業も1回やってね、それでこの動画で取り組んでいますのでね、ちょっとそこはご理解いただきたいんですけども、三河、三河の戦い、何だったっけな。でね、 えー、それで怒ってね、えー、私の目の前をね、何事もなく通り過ぎられる、過ぎられると思うな、って形で、えー、騎馬隊と一緒に繰り出していったらね、えー、武田信玄に帰るうちにあって、逃げ帰ったと。で、この時にね、えー、自分の、まあ、おごりですよね、うぬぼれ、そして過信っていうところを、後世忘れないように、 まあその時に、ね、おしっこを垂れ流したりとか <laughs>、ちょっと言えない。調べてください。皆さんの方でね。その時の、ね、戦いの、うん、その自画像を撮って書かせてね、絵師に。でそれをずっと生涯自分の、まあえーまあ、反省の意味も込めてね、えー、撮っておいたという伝説があります。まあ、それをね、その決算発表の、ね、説明からの時に画面に出したということなんですよね。だから相当反省というか、いや答えてるんでしょうね。孫さんはこれまでになく。まあ 意味のない自信って言いますかね、根拠のない自信って経営者って非常に大事なんですよね。僕もやっぱりその冒頭で話した通り、コーラショックの時にですね、まあやはりかなり気持ちもメンタルも崩れましたし、ネガティブになってね、この後どうしよう、社員に給与払えなかったら申し訳ないなとかね、もちろんそんなことは絶対ないようにはしてあるんですけども、やはりね、何があるかわからないですし、万一ね、まさかってこともありますからね、そういった不安になりますが、そういう時こそ根拠のない自信を 持つよよううにににししししまますすす社員対て示それはなぜかというとリーダーがね不安定になってしまったりとかメンタル崩してしまうと、まあ、会社というものはね基本的には厳しい難しいですよねまあもちろんそれはステージによって変わってきますそんなに不況じゃなかったりとかね他の役員がある程度ね えー、今後リーダー職になって育っていくっていうタイミングだったらむしろ経営者が一旦ねメンタル崩して現場から離れた方が会社が第二成長期に入るというね、えー、そういったタイミングになる可能性もありますただ今回のコロナのように不安定要素って言いますかね、えー 不足の事態に、時にですね、リーダーそのものがメンタルを崩してしまって、崩れてしまうと、会社そのものが、やはり底が抜けてしまうってことが結構起こりやすいんですよね。根拠のない自信ってものは経営者というのは別に悪いことじゃないんですよね。これまでの孫さんも、えー、同じような形で根拠のない自信を占めることによって、他の投資家のね、えー、ソフトバンクに投資をしているファンドの安心感を得たりとか、さ、ま、ら、あ、なる追加融資を受けたりってことをやってきますよね。 ただ今回はさすがにちょっときついな。やってること、もしかしたらうまくいかないんじゃないかっていう不安にさえなまれてるんでしょうね。まあそういった言動であったりとか、先ほど話すような徳川家康のね、えー、そういったまあ、敗戦、負けた時の自画像をね、出したっていうのは、まさにそこから来てるんじゃないかなと思います。まあ、僕はまあ、納税してないんですけどね、ソフトバンクっていうのは確か、 ねえー、あれだけ稼いでいって、えー、数千万ぐらいしか日本に納税していなかった記憶があります。間違っていたら申し訳ないですなのでね日本には貢献していないですけどもいやフラッグシップですからねベンチャー企業と言いますか、えー、我々ね起業家経営者のね孫さんというのは。 なのでまあ、ここでへこたれずにね、もう一回復活をして、今度こそね、日本にちゃんと納税してほしい、納税しろよっていう形で思ってはいますけどね。ちょっと今日はそういった形で、あの、雑談形式で話させてください。ちなみにユニコーンって言えね、最近ユニコーンに乗っていてドラマやってるの皆さんご存知ですかね。覚えてたらこちらにちょっと、えスライド載せておきたいなと思うんですが、あれ面白いですよね。僕特に今、え IPO しようと思ってね、新事業を立ち上げて、 えーまあ、ベンチャーキャピトルから、ね、出資、それから、まあ、リーダー的な経営者って必ずそういうのつくんですけどね。えー、に、まあまあ、パトロンとていうのはおかしいですけどね、どの上場企業も必ずつけるんですよ。そういったパトロン的な、ねえー、IP o を遂げた経営者をね、まあ、ついてもらって、 で、まあ、次のね、IPO ブーム、必ず来ると思いますから、今はちょっと下火ですけどね、その時に上場させたいな、と。これが僕のもう人生の集大成になるんじゃないですか、経営者としてはね、と思っています。YouTube とかね、まだ執筆家作家としてはまた違う道がありますしね、えー、まあ、いろいろね、社会貢献もしていきたいと思っているんですが、まあ、今回ね、何度か話してきましたけども、上場を目指そうと思ったのは、も、ま、う、あ、お金のためというよりは、あれ、この授業で思いついたんですよね、この授業で社会に貢献できるかもしれないと。特にね、 え少子高齢化とか、子供のね、いじめとか、教育とかね、えー、恵まれない、そういった、まあ、教育とか、ね、の分野でね、えー、まあ、恵まれない子供たちがいるんであ,あれば、そういった人たちとか、親御さんの役に立つんじゃないかなと思って、事業を思いついたのでやろうと思ったんですよね。そうじゃなかったら、メルカリみたいなね、売、え、買、ー、プラットフォームとかね、ただの EC 事業とかだったらやってないんですけども、で、たまたまね、えー、そのユニコーンに乗ってっていう、そのドラマが、まさにそういった、 近近い近い等しいようなね内容ですし結構初めつまんないんじゃないかと思って見てたらね、馬鹿にして見ていたら意外と面白いですよね。まあ気になる方はね、ぜひ、あの、まあ遡ってねえ、見てもらえたらなと思っております。まあこのソフトバンクの、ね、インパクトが日本仕様にまあ影響を与えたというふうに言われてますけども、株価でもソフトバンクグルームそんな下がっていないからね、えー、どのぐらいこれが足を引っ張るかっていうのは今後、 まだ見ていかないと長い意味でね、わからないんですが、やはりあと一方でね、えー、やっぱりこ,この辺が不安になってるんじゃないかなというところで、アメリカの CPI ですね、えー、物価、消費者物価指数ですね、これが上にもう一度散髪して上がるのか、いやいやね、えー、まあ結構こっちらの方がね、意見多いですけども、落ち着いて下がっていくのかと、この辺の、まあ折り込んでいない部分がまだありますので、不安要素、様子見という形で、株価はね、上に行ったり下に行ったりしながら、 どっちつかずになってるんじゃないかなというところがあります。まあ、これについては次の動画で詳しくね、今後の戦略も含めて話していきたいと思うんですが、あともう一つね、今回この動画はレギュラー番組なので、ちょっと日本株を中心に話していきたいなと思うんですが、コロナ治療,治療薬の、ね、開発で株価が急騰していたテラですね。えー、これがですね、上場廃止になったのかな倒産っていうことだと思います。えー、これが8月5日金曜日のニュースですけどね、えー、出たということで、僕はですね、このテラに関しては、 もう、2年前ですかね。えー、もう、テラとアン、まあ、アンジェスはまあちょっとわかんないです今ちょっと監視していないのでね、手を出さない方がいいですよってことをずっとこの動画では言ってきたんですよね。まあ、当時から見てる人ってどのぐらいいるんですかね。もうほとんどいないと思いますけどね、2年前。僕はちょうど YouTube を始めたばかりの頃ですね。今ちょうど2年、2ヶ月ぐらいになりますので、そういった意味ではね、まだ登録者も3000人、5000人ぐらいの時に上げた動画だったと思います。 で、なぜテラをね、えー、我々のような、まあ、専業投資家とか、まあ、ベテランの投資家が手を出さないかというと、指定株税は別ですよ。もう当時、完全にね、えぇ、ー、まあ、その、指定株税の、まあ、分かりやすく言うと、まあ、に操られていたような株価の動きをしていましたので、ああ、これはね、えー、我々のような、まあ、地道に専業としてやっているような投資家は手を出さない方がいいなと思って、こういった動画を上げたんですけども、理由はですね、仮にこれのテラのね、えー、動きで、 勝勝ったたとしててもその勝ってた理由を説明できないからとということになります説明できない価値っていうのはお金が儲かったとしてもそれをもう一度再現することが難しいですよね。で株式投資や、ね、資産を形成しようと思った場合は少なからず自分が勝った理由っていうものは全て説明ができるようにしておいた方がいいと思います。説明ができない価値というものはむしろどんなにお金が儲かったとしても排除していくっていうことが 最終的には勝てる専業投資家、もしくは勝てる副業投資家の近道になるんじゃないかなと思います。で、僕はね、寺で、もしかしたらね、えー、まあそういった、して株勢によって操られていましたので、あこれ、タイミングをね、誤らなければエントリータイミングですよね。えー、儲かることができるかなと思ったんですが、一方で、先ほど述べたようなね、えー、説明がつかないと、勝ちの理由をね、あともう一つ、こうやって勝ってしまったら、結局それって悪い癖になるんですよね。 それで、あ、なんか調子に乗ってしまったりとかね、そういうことを冒頭で話すと、ここで繋がるわけですよ。ま,あ、まるでブーメランのように、もうすべて計算尽くされたようにね、えー、ストーリーが成り立ってるんですけども、あのね、徳川家康が自分の負け戦を自画像に変えたように、これで勝ってしまったら、自分のね、勝ちパターンに悪い癖が入ってしまう。ってことで、おごり高ぶってしまったりとかね、えー、そこから、まあ、わかりやすく言うと、大きな負け、将来のですよ、を誘引してしまうということになってしまいます。なので、まあ、素人の人とかね、なかなか、 最近始めたビギナーの人とかは、なぜテラをやっちゃいけないのかって理解できなかったと思うんですよね、当時。まあ、そういった,た人はね、興味がある方はもう一度6月29日にまだ上がってますので、決してないのでね、えー、見てもらえたらと思うんですが、確かそういったことを言っていると思います。なのでやはり、地道にコツコツと価値、価値と、そしてその理由を説明できるように自分を鍛えていって、最終的には自分としっかりと向き合って技術の向上を目指していくと、投資を,を通じてね、 ということが大事になってきますし、それを通じて、まあ、て言いますかね、これ言い過ぎかもしれないですけども、おまあ、人間的向上を目指すみたいなところまで向かっていくと、<laughs> まあ投資が投資じゃなくなってくると。まさに投資家思考って言いますかね、えー、につながっていくんじゃないかなと思っています。で、ここからね、チャートの動きをちょっと見ていきたいんですけども、まあ、一旦晴れましたけども、まあ、2万9、万8000あたり。 かまあ、この辺りで、まあちょっとうろうろしているとことになりますけれども、やはりまあ2日後になるんです,なるんですかね、えー、CPI ですね、アメリカの消費者物価指数、まあ、ここに尽きるのかなと思ってますし、やはりここを今、様子見をしている段階になるんじゃないかなとは思いますね。ただ、うなぎのかば焼き相場であることは変わらないので、あくまで下落トレンドですよ。これずっとこれも6ヶ月、7ヶ月見せてますけども、だからこのスタンスは変わらないということで、下落トレンドの中での レンジ相場の上げ相場ということになるので、一旦ここで頭を打たれたらね、急速にまた下がっていくことになるとは思います。だから僕はずっと8月末ね、まあもうこの予想はどうでもいいんですけども、まあせっかくね、えー、まあ逆進末にもやりたいみたいなことを話したので、まあこれはずらさず、うらさず行きたいと思うんですけども、えー、8月末に向けてね、下がるんじゃないかなと予測をしてきましたので、まあ、別に外れたら外れたらいいんですよ。外れてもまあ勝てるようになってるのでね、外れても勝つ。当たってはさらに勝つと。 まあこれがね、えー、その相場度になるんじゃないかなと思いますので、まあ、外れたら外れたらね、えー、まあそれはそれで今持っている銘柄をね高いところで売るだけなので、それはそれで構わないんですが、まあ、8月まずね、えー、下がっていくんじゃないかなと思って見ていますが、この CPI ですよね、消費者物価指数次第にあるんじゃないかなと思っています。仮にこれがね、えー、下がったとしても、期待以上に下がらなかったということで、下落する可能性もありますからね。 うん、分からないですよね、まあ。しっかり見ていきましょうということになります。この辺りの戦略とか考え方については次の動画で今日、この後話しますのでえご期待くださいということです。で、先ほどもね、えー、ちょっと上がってますが、この辺りの上げはちょっと分からないですね、まあ。夜のうちにまた下がる可能性があります。 でここからはね、広く一般に公示された実際の決算の中からですね、ちなみに上がったというのは米国株の先物になっています。日本株の先物は下がってますね、えー。広く一般に講じされた決算の中から、高決算、高材料ですね、をご紹介していきたいなと思っておりますが、技術の習得を目指す番組になってますので、その点だけはご了承くださいということで、まずはツダですね、市販機営業を損益を赤字にということで、まあ、中国のね、都市封鎖の影響を受けたということで、まあ、中国ね、えー、自動車の販売、 台数が減っていますよね。まあ、それは上海、北京と二大都市が封鎖になればね、えー、人々は買い物ができないですし、そもそもね、車での運転とか通勤もストップするでしょう。そして将来の先行く不安によって、まあ、物を買わないってことになれば、まあ、これは当然の結果なのかなと思っています。で、株価はね、これ1年チャートで、まあ、ちょうど1200円の生まれのあたりにありますので、 まあ今日はね、あの、こういった悪い計算が出た割にはそんなに動いてはいないんですけども、明日以降ね、えー、これが悪材料として捉えられて、えー、下がっていくと期待する人がいたらね、えー、まあ、カラオもいいですけども、まあ、それをね、待って、またそこらでね、800円ぐらいがこのそこらになるのかな、えー、まあじっくりとコツンとなるのを待って、いろいろね、えー 回数どうしてもいいいいんじゃないかなかと思いますし、まあ、もちろん自己責任になりますけどね、えー、それの監視メーカーとしてご自身で調べてもらいたいなということで、まあ、工事が出た順番でね、ご紹介しています。それがね、SRA ホールディングスですね、第一四半機の計上2倍増益ということで、まあ、これはかなりね、いい決算内容なんじゃないかなということでご紹介しました。これはシステムとかね、ソフトウェア開発。 特に金融とか不動産って書いてありましたね。決算書には。の、得意とする会社ということになっています。で、株価はですね、結構レンジ、綺麗なレンジなんですよね。えー、下値2700円,円、上値3000円ぐらいでね、行ったり来たりをしてますので、まあ、ちょうど上値行く気になりますが、まあ、いい決算内容だったので、明日反発して、まあ、その後ね、えー、問題後また下がっていくようなことがあったら、まあ、これもね、えー、まぁ、あ、しめ待ちということになりますけども、またね、このレンジの中で下に落ちてくるのを、 っっていってもいいいもですし逆に言えばね、えー、往復で、え、売りもする人だったら、まあ3000のあたりでね、えー、空売りをするみたいな戦略もあるかもしれないですね。その場合は、まあ、えー、このレンジの中で、えー、底値で買って、上値に利確をした後、土手売りをしてね、っていう土手買い土手売りっていう、まあ往復で2倍早く稼いでいくと、まあ2倍稼いでいくってやり方になりますけども、僕は何度も話し通り、片道しかしないんですね。まあ、せわしくなるのと、 やはり僕の場合はその空ラりが向いていないと。自分の得意技じゃないということなんですよね。絶対やらないというわけじゃないんですけども、まあ年に一度、二度、場合によっては2、3年にまあ数度やるぐらいですから、やるときはかなり集中してやるんですけどね。その代わり。まあ解ほぼほぼ。 同じぐらいの枚数か、場合によってはそれ以上の枚数を空売織にかける時があります。じゃあそんなに多くはないということですね、その出動がですね。まあそういった形でエントリーターミングを絞ってるということになりますが、まあ別に空売織専業の人もいますし、僕が株を教えてもらった師匠みたいな人がいるんですけども、その人は唐織専門、せえー、専業でしたからね、えー、面白いもんですよね。その人に教えてもらったように僕は買い専業になるっていう、まあそんなもんですよね。結局自分の性格とか、 えねえー、自分の、まあ、時間感覚ですかね、えー、いうところに寄ってくるんじゃないかなと思います。 ただ、ま、これだけね、レンジが綺麗なんであればね、えー、まあ、カラオーがやってみたいという人は、例えばこういった3000円の節目でね、売ってみるっていうのも面白いかもしれないですね。あとは、自己責任で考えてみてくださいということで、次はね、これが、こちらが最後、最後ですね、長岡になります。えー、今期経常利益を17%増で3期ぶりの最高益ということですね。で、3円増配するということで、まあ、いい決算内容なんじゃないかなということでご紹介しました。しかもね、水ですよね。 えー、ちょうど、ホリエモンがね、この間の YouTube 番組でね、ご自身のですよ、これから水不足だから、水がテーマになるぞみたいなことを言っていたんですよね。僕は基本的に夜2時間ぐらいかけて、あらゆる YouTube ですね、ビジネス系 YouTuber ですけどね、えー、を,をほとんど網羅して見てますのでね、しかもね、腹筋しながらとか、お立てしながらとかね、えー、食べながら、お酒飲みながら、あとはね、歯を磨きながら、掃除しながら、食器洗いながら、えー、ぼーっとしながら、寝ながらみたいな形でね、基本的にはそういった形で2時間、 ね、えー、youtube 聞いていても、基本的にながらなので、普段の生活の、ね、えー、リズムは崩していないということになります。もちろん、本当に疲れてる時とか、本当に映画見たい時はやらないですよ。<laughs> やばいですよね。映画見ながらね、えー、横で youtube 流したら、もうちょっとそれはおかしい。頭が <laughs>、頭がおかしい人になっちゃうので、オンオフはちゃんと聞り替えますけども、 ま、基本的にそういった形で耳からインプットして耳がこうやってそれをアウトプットすると。だインプットに時間をほとんどかけないですね、最近はね。YouTube で全部インプットしちゃうってことになりますが、そんなにね、堀、え、モ、ー、ンが言っていたのが、中央とかね、アフガニスタンとかね、あとは、えー、どこだったっけな、パキスタンか。まあ水不足でね、高、え、原、ー、 地帯は全て水不足になっているということで、今後は水が戦争の火種になるだろうと、まあ、それは僕ももちろんそう思ってはいるんですけども、堀ンが言わなくてもね、えー、そうした中でこういった水事業もやっていると、まあ、基本的には石油プラントとかをやっている会社なんですけども、やっているというのはまあ一つ評価に値するんじゃないかなということでご紹介しました。で、1年後で見るとね、えー、大きく今、えー、株価を切り下げてきて、底値をしているように見えますので、まあ、ここからね、えー、いい決算が出たので、えー、反発を期待したりとか、場合によってはね、えー、こういった定義にありますので、 えー、して株税とかね、僕持ってないですかね、持ってないんですけども、えー、狙ってくるみたいなことが期待できるんだったら、まあ、前回こういうにだったのでね、えー、ご紹介してますけども、面白いんじゃないかなってことでご紹介しました。あと皆さんの方でね、しっかり調べて、えー、ご自身で決算はね、えー、もう公示されていますから、今日ね、えー、そちらの方を分析してもらえたらいいんじゃないかなと思っております。はい、今日は以上になります。で、この後ね、えー、アメリカの CPI ですね、 発表を控えて、私なりの戦略ですよね。戦略編ということでご紹介していきたいと思っておりますので、引き続きまあ見てもらえたら嬉しいと思っております。それでは今日は以上です。高速で。